皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、しんくん伊賀越え、家康を守れ、伊賀越えに付き従った34章プラスアルファ2章ということで、今回のコツバチャンネルは本能寺の変の直後の出来事、家康三河脱出作戦、しんくん伊賀越えに付き従ったと言われる徳川家の武将34名と、プラスアルファで織田より加わった2章の36章について紹介していきたいと思います。しんくん伊賀越えは家康の人生最大のピンチの一つとも言われる出来事となりますが、そもそもそんなに危険ですらなかったのではないかと言われたりもしています。信康事件もそうでしたが、今でも謎が多い出来事の一つとなっています。ルートについても諸説あり、伊賀は少ししか通っていないという話もありまして、謎多き行軍日程となっております。実際にルートは違えど、途中まで一緒に行動していた穴山梅雪は落命しておりまして、一つ間違えば同じようになっていた可能性はあったかと思います。しかし茶屋白次郎の支援もあり、家康はこれを乗り切る資金と屈強で自慢の家臣たち、そして山口氏や太郎氏、和田貞則といった協力者の力を得ながら突っ切っていくことになります。それでは早速34章プラスアルファ2章の36人衆を紹介していきたいと思います。そして徳川四天のプラス数正は、今までのそれぞれの一族解説などを別の動画でも出したりもしていますので、そのメンバーは簡単に紹介しつつ、あまり出てきていない人物について濃いめに紹介できたらと思います。せっかくなので有名な章とあまりドラマでは出たりしていない章を交互に紹介したいと思います。ナンバー1、堺左衛門の城忠次、1527年生まれ、伊賀越え時56歳、徳川家臣団の中で最上位に位置し、宿老中の宿老の左衛門尉忠次、家康が幼少で竹千代と呼ばれていた頃の今川家への人質の際にもこの忠次は随行しており、家康の危機という危機には必ずお供していると言っても過言ではない重臣となります。三河統一戦において吉田城を陥落させてからは、その吉田城代に抜擢されています。信康事件では安土城にて信康をかばわなかったという話もあったりしますが、この信長による上方への招きの際は忠次は同行しており、重臣としての役割を全うしていることがうかがえます。この伊賀越えも家康と共に生き抜いており、三河に帰還することになります。この帰還後は信濃攻略の責任者となっています。続いてナンバー2、本多正盛、1577年生まれ、伊賀越え時6歳、本田さんが出てくるとどの本田家とまず考えてしまうものですが、この本田正盛は本田家の生まれではない本田氏となります。6歳で伊賀越えに随行していたと考えると、本当にいたのかと思ってしまう部分もありますが、故障として仕えていたのか、いろいろなことを想定してしまいます。正盛は何者か見ていきましょう。もともとは松平家で家老を務めていた内藤家の人物で、父は弓の名手として知られる内藤正成で、三男として生まれています。三男ということもあってか、内藤家を継ぐことにはならず、本田桃助信俊の弟の本田忠信の養子となっています。妻には安藤重信の娘を迎えています。しかしこの正盛は悲運の最後を遂げることになります。1616年に日光東照宮を造営する際には副奉行としてその任に当たっておりましたが、同僚といさかいを起こし、この正盛は切腹させられることになります。養父の本田忠信も非業の死を遂げておりまして、2代続けて悲しい最後となります。子供の重長は妻の実家の安藤家に引き取られることとなりまして、先ほどの安藤重信の後を継ぐことになります。この家系は転封しながら続いていくことになりますが、子孫には幕末に老中として和宮降下を進めた安藤信正がおり、坂下門外の変の後に失脚しています。とはいえ戊辰戦争では居城の岩木平城で大宇越列藩同盟に組みし、新政府軍と戦うという気骨を見せている人物となります。正盛の子孫はこのような形で表舞台に登場することになるわけです。意外にも伊賀越え、安藤信正の流れは面白いかと思います。続いてナンバー3、石川ほうきの神一政、1533年生まれ、伊賀越え時50歳、先ほどの堺左衛門尉忠次とともに徳川家臣団のトップ2の一角を担う一政、家康が竹千代の頃今川に人質として行った際に付き従っておりまして、この伊賀越えでも同行しています。一政といえば秀吉のところに突然出奔した重臣として有名ですが、それ自体は1585年の出来事となりますので、伊賀越えは1582年の出来事となり、この3年後には一政は家康の家臣ではなくなるというタイミングとなります。
重心としてこの髪型へ同行しておりますが、信康事件以降は岡崎城代とはなっているものの、勢いは失いつつあったとも言われています。ナンバー4、石川長門守康道。1554年生まれ、伊賀越寺、29歳。長門守康道はどの石川なのという話になりますが、石川数正の子供ではありません。数正はいとことなります。父は家康のいとこであり、遠江掛川城主、そして数正に譲るまでは西三河の旗頭を務めた石川家当主、石川日向守家成となります。その長男として生まれているのがこの康道となります。1580年時点で家成は隠居しておりまして、この康道はこの時すでに石川家当主となっています。康道の家系は石川家を継いでいくことにはなりませんが、この家康の天下取りへの道を家康のそば近くで支えている一人となります。この康道の死後は父家成が藩主となり、その後は甥で伊賀越えについて記載がある石川忠房留め書きの著者、石川忠房が石川家を継ぐことになります。ナンバー5、本田平八郎忠勝。1548年生まれ、伊賀越え寺、35歳。戦国最強武将の一人とも言われる平八郎忠勝、この家康の境見物の際は京に先に出発し、途中社屋四郎次郎に本能寺の変を聞き、急いで家康の元に引き返したと言われています。そしてこの逃避中も忠勝の武力は相当な威力を発揮していたと思われます。そしてこの後も抜群な功を挙げていき、家康の生涯の中期から後期にかけては重臣中の重臣となっていきます。ナンバー6、高木博正。1536年生まれ、伊賀越寺、47歳。ドラマなどで登場するのは見たことありませんが、この博正、この34人の中に忠勝や重勝、忠相、数々の武勇を誇る者に包括してしまいますが、この博正も数々の武将を討ち取っており、この少数移動の伊賀越えでは間違いなく家康を守る猛将枠の一角となるかと思います。家康に属し、今川から独立する前の織田家との戦いでは敵将を討ち取るなど功を挙げています。その後の今川家との戦いでも功を挙げ、1563年の三河一向一揆では一揆方につきますが、その後許されています。この時共に一揆方についた本田正信に赦免を伝えたのはこの博正とも言われています。姉川の戦いでも前場新八郎を討ち取っています。三方ヶ原の戦いでは家康の馬が撃たれた際に自分の馬を渡して、さらに追撃してくる武田勢を討ち取るなど、家康に対して多く貢献していることが伺えます。小牧長久手の戦いでも鉄砲隊を率いて多く討ち取り、家康の関東への国替えの後は2000石を与えられています。関ヶ原の戦いの際はすでに病を患っておりましたが、家康たっての希望で推し城の守備を任せられています。大名となることはありませんでしたが、家康から信頼されていた人物となります。活躍から見て徳川家中トップクラスの武勇の持ち主で、この信長から招かれた旅に随行していた意味も理解できます。子孫は旗本として続いていき、佐渡奉行や大番頭など江戸幕府で活躍していくことになります。続いてナンバー7、榊原小平太康政。1548年生まれ、伊賀越寺、35歳。家康の小将として使い始めてからめきめきと頭角を現し、旗本先手役となり武功を積み重ねていきます。平八郎忠勝とは同い年ということもあり、今作の大河ドラマどうする家康でも良き関係が描かれています。徳川家康の後半生においてはこの康政の存在は非常に大きいものとなります。そしてこの伊賀越えを一緒に乗り切っていくことになります。続いてナンバー8、菅沼貞政。1551年生まれ、伊賀越寺、32歳。後の時山城守貞政、もともとは光秀を輩出した明智一族と言われておりまして、父が亡くなってからは母の叔父にあたるダミネ菅沼氏の菅沼貞則の下で育てられていきます。家康に仕えるようになってから相当可愛がられたと言われています。初陣でも功を挙げ、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、甲州征伐でも家康の信頼に応える働きをしておりまして、武田家滅亡後は甲斐の国駒郡に1万石を与えられています。というこれまでの流れを考えると、この信長からの髪型への招きに随行した理由も納得でき、伊賀越えでも家康の身辺警護を十分成し得る人物かと思います。その後も小田原合戦、奥州で起きた九戸正実の乱、朝鮮出兵の際は名古屋城に詰めています。1593年に家康より時氏を名乗るように言われ、時山城の神貞政となっています。しかしこれからという1597年に亡くなっています。妻には鳥居元忠の娘を迎えており、二人の間に生まれた時貞吉が後を継いでいます。
この定吉は1600年には秀忠に付き従い上田合戦に従軍、大阪冬の陣にも出陣し、守谷1万石から高槻藩2万石に加増違法されています。子孫には8代将軍徳川吉宗の代に寺社奉行、京都諸子大、そして老中を務めることになる時頼俊を輩出しておりまして、江戸幕府において重要な家系となります。続いてナンバー9、井兵部正直政、1561年生まれ、伊賀越寺、22歳。この甲州征伐、本能寺の変、伊賀越えがあった1582年、この年の10月に元服することとなりまして、井直政を名乗っています。この伊賀越えでも小姓の一人として家康に付き従っています。この時には22歳という若さになりますが、後に人斬り兵部と称されるような人物で、敵からも味方からも恐れられることになるのは先の話ですが、この伊賀越えでは忠勝らと共に貴重な兵力の一人であることは間違いないかと思います。そしてこの伊賀越えを乗り切り、後の井伊軍団が編成されることになります。ナンバー10、久野宗朝、1554年生まれ、伊賀越寺、29歳。父は家康に多く貢献している久野宗義。父宗義はもともと今川家臣でしたが、家康の遠富侵攻の際に家康に属しています。1572年の武田信玄の成城作戦の際に久野城を攻められますが、城を守り抜いています。その子供の宗朝も家康のそば近くで仕え、この信長の招きの際も同行していると思われます。しかし1597年にこの宗朝は同じく徳川家臣の三宅正次を殺害し、自刃したことにより父から継いでいた1万3000石は改易となります。しかし父宗義の功が非常に大きいこともありまして、遠江久野に8500石を与えられています。宗朝の子供の宗成は家康の十男徳川頼信のお付け家老として紀州藩で1万石を与えられています。ナンバー11、本田桃助信俊、1535年生まれ、伊賀越寺、48歳。ドラマなどでは全く出てきませんが、本田一族の中でも家康の絵の貢献度が高い信俊。父は本田忠光となります。信長のもとに使者に出向いた際に信長の信を与えられておりまして、その際に信俊となっており、信長に気に入られるということを考えると相当な人物だったことが伺えます。武勇に優れた武将として内外に知られておりまして、恐るべし本田一族といったところでしょうか。この上方への招きの際にも同行していることから、家康との距離感を感じることができます。この窮地を家康と共に脱することになりますが、1582年に信俊は最後を迎えることになります。三河に戻った家康は、信長の死で空白となった甲斐信濃の領有化を考えます。甲斐は織田家の川尻秀隆が治めておりましたが、これを追い出そうと信俊が川尻秀隆に美濃に帰るよう促しますが、怪しまれ殺害されてしまっています。今回信俊はどうする家康には出ておりませんが、自分的には井伊直政が現れる前の直政のような存在に個人的には映ってしまう人物です。この信俊の死は徳川家の家臣団は厚みはあるとは思いますが、ショックな出来事となります。この信俊の弟は先ほどの本田正盛の養父忠信となりまして、忠信も久喜義隆に殺害され、信俊も川尻秀隆に殺害され、そして正盛も切腹と、この信俊の親族は悲しき最後を遂げてしまっています。続いてナンバー12、服部半蔵正成、1542年生まれ、伊賀越寺、41歳。どうする家康でも少しずれた役として山田孝之さんが演じています。忍者のイメージが強いですが、家康の家臣として仕え、伊賀や甲賀の忍びを取りまとめていた人物となります。数々の戦いに従軍しておりまして、家康の信頼が厚い人物となります。続いてナンバー13、阿部伊予守正勝、1541年生まれ、伊賀越寺、42歳。家康が駿府に義元のもとに人質として出向く際にも幼いながら同行している人物です。家康の初陣の寺部城攻めや三河一向一揆など多くの戦いに参戦しています。家康と年が近いこともあり、長く近くで仕えています。この伊賀越えを出した後には旧武田領をめぐり争っていた北条氏直のもとに使者として出向いています。家康の関東への国替えの際には武蔵の国に5000石を与えられています。しかし1600年に病によりこの世を去っています。そしてこの後は子供の阿部正次が継ぎますが、この代で大名となっています。関ヶ原の戦いの後に5000石を加増され、1万石を領しています。大阪の陣でも大きな功があり、大竹藩や岩槻藩と違法になりまして、大阪城代に就任し8万6000石まで加増され大出世を遂げています。
1647年まで生きておりまして、亡くなるまで大阪城代をこの正次は務め、家康、秀忠、家光の代まで仕えている重臣となります。この正次の子供の重次も老中を務めており、子孫の阿部、正助、正友、正清、正清も老中となり、その子供の阿部正弘は老中主座となりまして、日米和親条約を結んでいます。この阿部家は老中を歴任する徳川家臣の中でも名門となっていきます。この伊予守正勝の家系からは忠義忠明と続く流れもありまして、この阿部忠明、大須賀康隆の孫にもあたる人物で、家光、家綱の代に老中を務め、この忠明は政治家として相当な実力者で、幕府の安定化に貢献している人物です。こう見ると安倍家の価格上昇は非常に興味深いものがあります。ナンバー14、大久保、相模の神、忠親、1553年生まれ、伊賀越寺、30歳。今回のどうする家康には出てきていないんですが、出てくるでしょうか。青い徳川三代のイメージが強くて、石田太郎さんのイメージです。幼少期から家康のそば近くで仕えておりまして、家康から可愛がられ、三方ヶ原の戦いでも家康の近くを守り、浜松城まで撤退しています。この上方への招きにも同行しており、伊賀越えを家康と共に乗り越えています。家康の関東への国替えの際には、父忠世とは別に武蔵の国羽生2万石を与えられています。1593年に秀忠に仕えることとなりまして、1594年に父忠世が亡くなると小田原の所領を相続しています。秀忠の信頼も勝ち取っており、家康が後継者の話をした際には、秀康や直政が推す忠義、そんな中忠親は秀忠を推しているという逸話も残っています。1610年には老中となりますが、1613年に山口重政の子供と忠親の養女の婚姻を幕府の許可なく行ったとして、1614年に改易となってしまっています。これにはたくさんの説があり、誰かがこの忠親を排除したかったことは間違いないかと思います。続いてナンバー15、堺作右衛門重勝、1549年生まれ、伊賀越寺、34歳。堺一族となりますが、左衛門の上家や歌の神家とは別家となるこの作右衛門重勝、家康に若くして仕え、槍の名手として知られていることから、この伊賀越えでは猛将枠の筆頭になるかと思います。戦場で旗差し物を落とした際に拾った敵に刺してもらうというエピソードを持つ人物です。そんな重勝や忠勝が家康の近くにいたら、一騎勢も近寄りがたくなってしまいます。その後も小牧長久手の戦いや上田合戦にも出陣し、多くの功を挙げています。続いてナンバー16、森川金右衛門宇治年、1545年生まれ、伊賀越寺、38歳。父は織田家に仕えておりましたが、この宇治年は家康の家臣となっています。堀川城の戦い、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いでも功があり、有能な将であることが伺えます。この伊賀越えにも随行し、家康の関東への国替えの後には2000石を与えられています。この宇治年の後は、三男の重年がお弓藩1万石となりまして、老中となっています。続いてナンバー17、松下光綱、青年不明。父は今川家に仕えた人物となります。昔秀吉が仕えていた松下家の一族かと思われますが、どの家系に属するのか不明な人物です。徳川家中で松下家といえば、井伊直政の系譜の松下清景やその弟上慶のイメージが強いです。この松下光綱も伊賀越一行に同行しています。ここで半分ほど来ましたので、題名でプラスアルファと言っていた、この伊賀越に同行したと言われる織田家重臣を紹介したいと思います。長谷川藤五郎秀和、青年不明、信長の小将として仕えておりまして、奉行衆として活躍することになります。槍働きというよりは内政面に重きをなしている人物かと思います。公衆征伐では事後処理として信長と共に会に入っています。信長より家康が堺へ見物に出かける際には案内役としてつけられています。この本能寺の変の直後には、秀和は家康一行が三河へ脱出する手助けを行い、逃亡ルートの先々の領主たちに書状を送り、安全に脱出するために奔走しています。これもあってか家康一行は無事に通過し、秀和もこれに同行したと言われています。秀和は尾張の厚田に逃れておりまして、その後の清須会議以降は秀吉を支持しています。しかしその2年後の1584年には、秀吉家康の間で小牧長久手の戦いが勃発、くしくも敵同士となります。その後は越前の国に15万石を与えられますが、1594年に亡くなっています。朝鮮出兵中に亡くなったとも、帰国後に亡くなったとも言われています。この伊賀越えの際は秀和の助けは非常に家康にとっては大きいものになったかと思います。
続いてもう一人の織田家臣、西尾沖の守義継。1530年生まれ、伊賀越寺53歳。父は東条吉良氏の吉良持弘となりまして、名門足利家の血筋となります。織田信長のもとに人質として出されたことにより、信長に仕えることになったと言われています。安土城築城の際は奉行も務めておりまして、家康への取り次ぎにもなっています。先ほどの長谷川秀勝とともに家康の堺見物の際は案内役となっておりまして、この伊賀越えにも随行し、この義継は秀勝とは異なり、尾張には向かわず、そのまま徳川家臣となっています。もともと三河の国の出身となりますが、信長、信忠がいなくなった今、徳川家に仕えたくなったのかもしれません。1590年の家康への関東への国替えの際は、武蔵の国に5000石を与えられています。1602年には7000石を加増され、武蔵の国原市藩1万2000石の大名となっています。世継ぎがおらず、娘婿として堺歌の神家より忠長を迎え、西尾家を継いでいます。また34人に戻り、続いてナンバー18、菅沼小大前貞俊、青年不明。菅沼一族の中でもダミネ菅沼氏となります。一族でダミネ菅沼家当主の貞忠が武田方につきますが、この貞俊は野田菅沼氏の菅沼貞光の取りなしもありまして、家康に仕えています。この時武田についた貞忠は武田家滅亡とともに滅びています。家康とともにこの伊賀越えを乗り切り、天正神武の乱の後は信濃の国伊那郡の統治を任せられています。家康の関東への国替えの際は、神津家の国吉井に2万石を与えられています。続いてナンバー19、永井直勝。1563年生まれ、伊賀越え寺20歳。永井直勝は松平信康に仕えた家臣、岡崎衆紹介でも出させていただきましたが、1576年より信康に仕えております。しかし1579年に信康自刃後は隠棲することとなります。この時まだ17歳の若者となります。しかし翌年の1580年に再び家康に仕えておりまして、この上方への招きの際には同行することになります。1584年には小牧長久手の戦いで三河中入り作戦を展開した羽柴軍と戦い、羽柴方の重臣池田恒興を討ち取るという大功を挙げています。武勇に優れていることが分かるため、この伊賀越えの時は槍働き担当として他の武勇を誇る将とともに家康を守っているかと思います。後に父を撃たれた池田輝政が永井直勝に会って父の最後を聞く機会がありましたが、その時永井直勝が父を討ち取った甲でも5000石しか治療がないことを知り、父の首は5000石なのかということを知って悲しい気持ちになったと言われています。その後も関ヶ原の戦い、大阪の陣に出陣し加増を受け、最終的には下宇佐の国古賀藩7万2000石を領しています。続いてナンバー20、牧野半右衛門安重。1548年生まれ、伊賀越寺35歳。後に長岡藩主となる牧野家とは別家となります。今川方として家康と戦っておりましたが、家康方に内通し従っています。この伊賀越えにも随行しておりまして、1590年の家康の関東への国替えの際は武蔵の国足立郡に5000石を与えられています。この安重は1599年に亡くなりますが、この信重は1633年には1万石となり大名となっています。続いてナンバー21、三宅やじべえ正次。1560年生まれ、伊賀越寺23歳。この正次の母は鳥居忠義の娘となりまして、鳥居元忠の甥ということになります。三宅家自体は兄の三宅康忠が継いでおり、関ヶ原の戦いの後には三河の国衣藩1万石の大名となっています。この正次は若くして家康に仕えており、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いにも従軍しておりまして、この伊賀越えにも同行していると思われます。この正次は先ほど紹介した久野宗友に殺害されてしまっています。ナンバー22、大久保次右衛門忠助。1537年生まれ、伊賀越寺46歳。忠世の5歳下の弟で、兄忠世はこの上方への招きの際は留守番となっております。1575年の長篠の戦いでも最前線で兄忠世と共に奮戦し、この信長に称賛される活躍を果たしている忠助ですから、この伊賀越えでは猛将枠ということで、一騎方もなかなか手が出せないかと思います。この忠助も生涯無傷と言われておりまして、家康は忠勝忠助の生涯無傷コンビに守られていたということになります。後に家康が関東へ国替えになった際には、上総の国茂原に5000石を与えられています。1600年の関ヶ原の戦いの後は駿河の国沼津に2万石に加増違法となっています。続いてナンバー23、光力与左衛門清永。
1530年生まれ、伊賀越寺53歳。三河一向一揆の際には寺社の復興に努め、仏光力という異名が付けられている清永、家康に従い多くの戦いに参戦しています。伊賀越えの際には賊に襲われ鉄砲により負傷してしまっています。1590年の家康の関東への国替えの際は武蔵の国岩槻に2万石を与えられています。とにかく実直で忠勤の師として家康からの信頼が厚い人物となります。孫の忠房は島原の乱の後に島原藩に移封され荒れたこの地の復興に努めておりまして、徳川家光からの信任が厚い人物となります。続いてナンバー24、渡辺半蔵盛綱。1542年生まれ、伊賀越寺43歳。どうする家康では木村昴さんが演じられている盛綱、槍の名士で槍半蔵として知られています。三河一向一揆では生き方につきますが許されて帰参しています。伊賀越えの時は槍半蔵がこの従者34人の中にいたことは大きな戦力になっていたと思います。この半蔵盛綱は後には家康の九男義直のお付け家老として1万4000石を与えられています。続いてナンバー25、多田光義。青年不明、家康の故障となっている人物で、この伊賀越えに同行している家臣となります。この上方への招きに家康が連れていくということを考えると、家康に気に入られそば近くで仕えていたことが予想できるかと思います。続いてナンバー26、花井庄五郎義孝。1561年生まれ、伊賀越寺22歳。家康の故障となっている人物です。この上方への招きに随行していることから家康には気に入られている人物と推測できます。この花井家は武蔵の国入間郡北の村に330石を与えられておりまして、江戸時代は旗本として続いていくことになります。続いてナンバー27、松平八郎左衛門春重。青年不明、福大津松平家三代目当主松平惟忠の四男として生まれています。父惟忠は長篠の戦いで討ち死にしておりまして、兄には家忠日記の著者として有名な松平家忠がおります。この春重は家康の故障として仕えておりまして、伊賀越えにも随行し、後に家康の十男頼信が紀州藩に移ると頼信付きの家臣となっています。続いてナンバー28、青木長三郎。青年不明、伊賀越えに付き従っておりますが詳細不明の人物となります。徳川家には青木貞治といったような青木氏がおりますので、一族なのかもしれません。その後は家康九男義直付きの家臣となり、尾張藩で仕えていくことになります。続いてナンバー29、鳥居忠政。1566年生まれ、伊賀越寺17歳。鳥居お松と記載がありますが、鳥居忠政と言われています。幼名が松千代のことからお松となっていることが予想できるかと思います。この忠政は鳥居元忠の次男となりまして、1600年に父の伏見城での討ち死ににより家督を継ぐことになります。続いてナンバー30、内藤慎五郎。1564年生まれ、伊賀越寺19歳。内藤慎五郎正成は父は内藤四郎左衛門正成となります。父は弓の名手として知られておりまして、内藤家は弓の名手一家ともなり、この慎五郎正成も武芸に秀でていたかと思います。その後も数々の戦いに参戦し、1606年に亡くなっています。続いてナンバー31、鈴木亀蔵。ナンバー32、鈴木長三郎。詳細は分かっておりませんが、遠江の国稲佐郡の国衆に鈴木氏がおりまして、この一族ではないかなと個人的には予想したりもしています。本田忠勝の家臣に鈴木氏がおりまして、もしかしてその同族かもしれません。ナンバー33、永田瀬兵衛。ナンバー34、三浦おかめ。三浦おかめは幼名的に三浦正次のこととなるかと思いますが、三浦正次は正成の子供として1599年に生まれておりますので、この時にはこの世に生を受けていない状態となります。どこか間違えるような三浦一族が随行していたのかもしれません。ということで、今回は伊賀越えに付き従った徳川家臣たちと力になった織田家臣2名を紹介いたしました。この時には本田正信もいたなど、ルートも含めいろいろな説がある伊賀越えとなります。移動中に国衆の兵などにも守られていたと言われておりますが、やはりこの中に一騎当選の強者たちがいたことが移動の際に安全さが出てくるかと思います。34人という人数にはなりますが、実質10人以上分の働きができる本田忠勝、大久保忠相、酒井重勝、渡辺盛綱、井伊直政、高木宏政、永井直勝など、その前もその後も武功を上げ続ける将がいたことを考えると、100人以上で移動しているような感覚にもなってきます。
少数移動とはなりますが、半端な落ち武者狩りや一騎勢だと蹴散らされてしまうようにも感じますし、自分が生き方であった場合、この猛者たちを見ると逃げてしまうかと思います。今回は同行メンバーから伊賀越えを見させていただきました。詳細不明な人物も多いですが、江戸時代に広げられた話もあるとはいえ、神君伊賀越えは非常に興味深いと思います。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。